番外編。私の経験に即して、デビュー作にアイデアはすべて投入せよ。最後に番外編として作家の心得をお,お話しします。そこには私が作家になった頃の思い出話も混ざってきますが、何かしらの役に立てばと思う次第です。一つの問いを立てることにしましょう。プロとアマチュアを確然と分かすのは何かという問いです。 まずは単純な一点、プロは原稿料をって書き、アマはもらっていないということで分けてみます。原稿料をもらうことの意味や、もらう以上はしなければならないことが見えてくるはずです。物書きという仕事は、一種の錬金術師です。言葉には無料の言葉と有料の言葉がありますが、もともと言語とは伝達の道具であり、世界を認識するための装置です。そうした誰しもが使いこなわせる道具から、何らかの付加価値を引き出すのが作家の仕事なのです。 ありふれた道具でもその人が使えば金が生まれる。これは一種の錬金術におかなりません。とはいえ、ある時期まではその人が書いたり考えたりしたことも金を生まず、ある時期からは金になる。その人が作り出した偽金が本物の貨幣として認められる瞬間、新しい貨幣として認められてる、認められ、流通する瞬間が訪れるわけです。これが作家になった瞬間です。 私が最初に原稿料をもらったのはデビュー作、優しい細工のための企業曲という作品を発表した時です。この作品は文学賞に応募するため当てもなく、ただ書いたものです。諸女作というのはアマチュア最後の作品であり、プロ最初の作品です。まだアマチュアの私にある人がこうアドバイスしてくれました。持っているものの全てを一作に投入せよと。アイデアを小出しにする計算をするのはプロになってからでいい。 アマチュアとはチャレンジャーのことなんだから、持てるものを相談、動員し全力で向かっていけという意味でした。アマチュアの段階で習得している技術など、所詮たかが知れています。自分のアイデアがとっておきのことと思えても、アブトップとしたら大したことがないかもしれない。そんな海のものとも山のものともつかないものや、わずかながらの技術や、もやもやとした思いの丈全てを惜しげなくさらくし出すこと、 これが初めて原稿料をもらえるかもしれない小説を書く上での一つのポイントとなります。もし皆さんが私の生活と意見を書き繋がるタイプの作品、要するに自分のプライバシーを切り入れするタイプの作品を書こうとする場合、自分の肉を切るつもりで書きなさいと言います。自分が秘密にしておきたいこと、恥になること、これこそが他人が読みたいものです。 自分が痛みを伴ってアウトプットするものこそ高い価値がある。プロになってからも態度はなら変わりません。こうした覚悟とサービス精神が伴っていなければ、作家としては耐性しないのです。私が最初にもらった原稿料は、1枚1000円、160枚だったので16万円でした。安いと今では思います。媒体にもよりますが、現在では10倍もらう場合もありますから。 しかしあの16万円は生涯でもらった原稿料の中で最も嬉しいものでした。ここに命がけの飛躍が相成ったのですから、アマチュアの私の原稿など二足三万にもならなかった。原稿用紙や文字を書いていない方が売り,売り物になります。国用の原稿用紙50枚綴り150円として、しかし使用済みの字の書いてあるものがより高く人に買ってもらえたわけです。当時の物質的な感覚としては幼稚な例えですが、 原稿用紙が小切手帳に見えました。しかしこの瞬間重たい責任がのしかかってくるのです。アマチュアではいられなくなったのです。追い詰められることの紅用。私も諸女作ではその時点で持てるものは全て出したつもりでした。遂行にも時間をかけたし、微調整を加えながらの聖書も3回はしました。仕上げた手書き原稿を出版社に持ち込み、それを読んだ編集長が雑誌に載せてくれることになりました。 トントンと話が進んだわけです。自分でも信じられないぐらいうまくいったという感じです。渡りきれない川を、岩をぴょんぴょん飛び跳ねて、天狗みたいに飛んでいたら、向こう岸に渡れていたような感覚、うまくいくときはそのようにうまくいきます。逆の場合もあって、うまくいかないときは滑って川に落ちる。うまくいく瞬間というのはあるし、そのチャンスは早そ々うそう巡ってきません,きませんので、 チャンス勝負どころだという感が働いた,たら、それを逃しちゃならない。あとは簡単に超攻撃的にやるしかない。あテたりをかましてでも攻めるべきです。その段階での優柔不断は禁物です。原稿を持って編集長と面談したとき、編集長が、こいつはどこの輩らかと、つま先から頭の毛先までじっとなめ、舐めつけてきたことを今でも思い出します。 眼差しに耐え、慎重でそわそわしていたら、おしっこに行きたいのと言われてしまった。完全に舐められたと思いました。それでにわかにプレゼンテーションを始めることにしたのです。どんな本を読んだか、どんなセオリーに基づいて作品を書いたか、ここでハッタリをかわしました。僕はロシアホルマズリズムを勉強しました。大江健三郎氏がそれについてエッセイを書いていますが、それに、あの解釈が間違っています。こういったところを編集長がほうっていう顔をしました。 ラッキーなことに彼は大江さんが大嫌いだった。その瞬間に面白いことを言うやつだと興味を持ってくれたようです。持ち込み原稿を読むのは作になるから期待するなと言われ、低よくあし,らあしらわれたと思いましたが、一週間後に連絡があり、面白かったの返事をもらいました。ファーストプレゼンステーションがこうそうしたのです。再び編集長を訪れた時には、原稿にいろんなチェックとともに、手直しのポイントが赤字で書かれてあり、直してくるように言われました。 出版社は四谷にありましたが、帰り道に四谷の土手をスキップしたことを覚えています。一作目はそうやって活字になりました。そして同じ編集者のもとでの二作目の執筆へと続きました。新人の評価は一作の目では定まりません。批評家同業者はポットでのやつには冷たく、一作で認め、才能を認めることを躊躇しがちです。だから、やつぎばに二作目、三作目と発表し、その才能が偽物でない証を立てなければならない。 デビューしたてが肝心だと言われるのはそのためです。デビュー作には持てるものを全て投入せよと言いました。するともう2作目を書こうにも手持ちの駒が何も残っていないのではないかと心配するかもしれません。それは奇遇です。その時点での全てを投入することは次を書くためには必要な措置なのです。次に書きたいことがクリアに見えるし、そうやって整理したことで1作目で書き足りなかった部分、損じた部分も見えてくる。 リベンジしようとする思いになります。同じテーマで2作3作を書いてもいいのです。1作目とは異なる視点で書けばいい。ある事実を A という登場人物から見ていたのが1作目だとしたら、今度は A のことを第三者である B がどう見るとどう映るかといった視点の転換を試みる。こうした思いつきは一度アイデアを出し切ったことによって開けていく次の知恵なのです。役者にも当てはまるようです。新人の俳優女優は、ホット出て可愛いイケメンとか、 いきなり映画や舞台で主役をやらされることがある。この段階では現場に馴染めず役に入り込めずスランプになります。そこで演出家や監督に仕置かれ、時に涙も流しますが、一回泣きパニックになることで不思議と開きになることができる。もう逃げられないと覚悟を決めるのです。そうやってギリギリまで追い詰められた時に新人の俳優は化ける。追い詰められてもアドレニアリンが出る,なのか出るからなのか、大抵の人は潰れません。逆に反撃のエネルギーが充実してくる。 動物の,のです。こうなるとスポーツと一緒です。こうそうやって2作目、3作目を発表していけばいいのです。小説の職人である。話を戻せば作家にとっての原稿料とは、それが自分の書いた原稿に見合うかどうかを判断する指標となります。出版社や読者も書かれたものの価値を見極め、判断を下すでしょう。自己査定も重要です。果たして私はこの原稿料をもらうにふさわしい原稿を書いてただろうかと自問する。 これを繰り返すのが聖やる物陰の,の姿勢だと言っていい。これを職人魂という言葉で置き換えることも可能です。職人とはどういうものか、自分が作り出す製品が金にならなくとも、自分が持てる技術の全てを製品に注ぎ込むことにおいて、大いなる満足を獲得します。自己目的化する、乗り技術を見上げ、技術を磨き、完璧に近い製品を作ることに、禁欲的な、弓道的な魂を持っている。 言葉の職人たる作家にもこれが必要不可欠だと思います。一応たれとておろそかにせず、一字一句を皆持つこと。語字雑字には神経質になりすぎず、表現や使っている比喩。文章一文の中の情報量、一つの段落が持つリズムといったものを吟味し尽くすこと。文章の調達を自分に課すべきなのです。彫刻に例えるならば余計な肉を削ぎ落としていく。 油絵に例えるならば色を塗り重ねることにより、ニュアンスを出していく。見焼き上げの作業は職人には必要不可欠です。第一項は荒削りでも、肉を参考と改めるに従い磨きがかかり、シンプルだけれども渋い、平気だけれどもリズムが弱い、難解だけれどもリズムの良さによってすんなりと読者の意識に入っていく無駄のない文章、簡潔でいて美しい文章が現れてくるんです。昔の文語は、 職人として厳しいハードルを自分に課しました。谷崎潤一郎の文章読本には、一文一文に見分けをかけるために、一日に書きすぎるなという心得まであります。彼は笹さめを一日に原稿用紙二枚か三枚ずつ進めるというペースを守りました。一日二枚であれば一枚五千円として、日に一万円しかならない。稼ぎとしては効率が悪いです。しかし彼はそれを職人魂を持って行っていた。 かつての文豪たちはそうした文章修行をプロになっても怠らなかったのです。あるピアニストの言っておます。スベアトスラフ・リヒテルというロシアの巨匠は練習の鬼と知られていて、ワールドツアーに出かけるようになっても1日8時間の練習を欠かさない。リヒテルが内日してコンサートを行った時、帝国ホテルに投宿した。僕の弟は当時帝国ホテルでコックをやっていたのですが、客室係が嘆いて曰く、 部屋の掃除にいつ入ればいいかわからない。食事とコンサート以外の時間帯は、実質のスイートにピアノ持ち込み、ずっと練習していたんです。そこまでするかと思うくらいやる人はやる。私はそこまでできませんが、職人魂を貫徹しているものは、原稿料はいくらでも取れるでしょう。そこに誇りがあるのだから。逆に原稿料をもらえなくとも、腐ったりはしません。その文章を書き上げたことによって、最大の快楽を引き出しているから、それがプロです。 ただし、戦いの記録としての小説。物を書く動機はそれぞれです。誰かに対する腹寄せで書こうという人も中にいるでしょう。自分の中にあるわがだかわり、怒り、憎しみ、恨み、つらみ、これを腹さんとして書こうとする人もいます。前の章でも気度哀楽の感情の中で、一番人を上舌にするのは怒りであると述べました。怒りが物理を約束してくれることは確かでしょう。そういう人は大々にして自分の怒りに溺れます。 この日本文学のマーケットには、大げさ系と言うべきか、必要系の作家が何人かいます。こうした自分の怒りのげ口として言葉を紡ぐタイプの作家は、当人と怒りを共有してくれるような読者に恵まれている限りにおいては、その存在意義はあります。中原さ也も彼個人の恨みつらみのげ口として小説を用いているかもしれないけれども、不思議と読者がついている。彼らの不可作に支えられ、 今日も中澤は文句を垂れることができるわけです。個人を超えて怒りによって小説を書く場合もあります。戦後派と呼ばれる作家たちは戦争の被害者であることに意識や、日本軍の兵士として戦争に加担したことの加害意識を抱え、戦争というテーマに向き合った。こうした複雑な心情もなかなかストレートに出てこないものなので、それを徹底的に自己分析し、文学へ昇華させていったのです。 これらは自分だけの問題ではなく、死んでいった専用への鎮魂であり、無駄に殺された向こうのため、市民への追悼でもあります。他者の痛みを自分の痛みとして感じつつ、一つの群れとしての悲しみや憎しみを代弁し告発する形態とっているのでしょう。あるいはしばしば国家はあったことをなかったことにし、歴史的事実も時の権力の都合のように改変します。 一体過去に何があったのか、実際の事実関係がどうなっているのかを徹底的に調べ上げ、戦争の真実、ある事件や出来事の本当の背景といったものを提示するために書くと思います。不正や極化権力との戦い方は、訴訟を起こして法廷で戦うだけではない。小説というメディアを通じ、広く真実を世に告知していく仕方もあるのです。つまるところ、ただ単に支援を晴らすためだけに書く作家もいれば、 社会学の告発や国家的陰謀の暴露といったプロテスト、抵抗運動として作品を書く作家もいます。動機は様々、過去を振り返ると、ただ原稿料をもらうために書いた作家はむしろ少数派になるのではないでしょうか。有名な例では、宮沢賢治やフランツカ・フカは、生涯や原稿料をほとんどもらったことはありませんでした。彼らは後世に残る原稿を書き残しています。金のためではなく、自分の世界観を刻みつけるために書き、 孤独で戦いの記録として残したのです。ウォルシェビキ革命後、全体主義の社会となったロシアでは、物書きにとっては大変生きづらい時代が数十年と続きました。筆を無理やり下ろされた作家は数知れず、殺されたり収容所に送られたり、精神病院に強制入院させられたりした作家も無数にいます。ロシア語で各国者に作家にとっての国外追放とは、読者のほとんどを奪われることを意味しますから、ロシア語の での執筆を断念した作もいますそうした非常な劣悪な,劣悪な環境を彼らは生き延びていかなければならなかったのです。私の好きな作家に巨匠とマルガリータで有名なブルガーコフという人がいます。彼も1930年代に入ると思うように作品を発表できなくなり、しかも目の疾患で失明の恐怖と戦うことになります。自殺を思いとどまりピストルを池に捨てたとも言います。そうした苦労の末に巨匠とマルガリータを発表のあてもなく書き残しましたが、 彼もまた生前には日の目を見なかった。死後それがヨーロッパで出版され、祖国ロシアの一般読者の目に触れるようになったのは、ゴルジバチョフの時代です。執筆からすでに40年経っていました。巨匠とマルガリータの一節にはこうあります。残念ながらお見せできないのです。と巨匠が答えた。暖炉で燃やしてしまったからです。失礼ですが信じられませんね。とボランドが答えた。そんなはずありません。原稿は燃えないものです。ブルガーコフ、巨匠とマルガリータ。 ブルガーコフの場合も、ゴルバチョフ時代には彼の住んでいたアパートは、聖地のように遅れてブルガーコフ作品に触れているロシア人たちがモデルスポットになりました。私が小説を書く理由。毎年春と秋に延べ5000にも及ぶ潜在的小説家たちの先物取引の季節,季節が巡ってきます。新人賞受賞者にも勝ち負けがあります。この程度で受賞できるなら自分にも各県にあるなとか、 似たようなものを前に読んだと読者に思わせたら負け。なんだこれはと戸惑わせたり先を越されたと時短歌を生ませたら勝ちです。近年の新人賞応募者にはそうした力みは感じられず、作品には良くも悪くも脱力傾向が見られます。フリーターでも好きなことを続けられるならといった当選学生の就職感と重なる。新人賞はアルバイト採用に過ぎず、本採用されるには A 賞をもらうか、 地道に前作を超える努力を重ねるしかありません。新人賞は先物買いである以上、10年後も驚きを供給し続けられるかどうかの潜在力こそ評価すべきであるが、往々にしてスケールの大きいや新作は破綻が目立つ。逆に完成度の高さを評価すれば、どうしたって作者と等身大の人物の生活と意見に甘くなる。また、新人賞は淘汰のサイクルを加速するので、重視、重視。 受賞後にブレイクしなければ、すぐに皇族に場所を譲らなければなりません。現にストーリーテリングの巧みさや、文章のチャイムにおいて注目された吉田周知も、長島優も、伊藤山明子も、技巧を磨き上げ、量産体制を取り、固定脱得者を獲得しつつあるものの、自己マニュエリズムへの道を辿っているように思える。ダブル村上の位置取りを狙う佐藤優也や、 前城大太郎も日本文学の王道小説へと回帰し、素朴な自分探しや貴重の物語に回収されそうな危うさまで立てをさせています。彼らの進化はデビュー10年後に何を書いているかによって問われるのです。20年選手の場合も、30年40年間ジャイン室に踏みとどまる老作家の場合も、生き残りの秘訣は品縮を変え続けることでした。作家は道徳を解くのに最も踏み切れ、踏む気で、 社会的には、はなはだ迷惑な、分類上は犯罪者や非国民や変態の仲間です。作家は言葉を尽くしてそれらに表意し、もう一つの現実を作り上げるので、錬金術師や偽金作りにも例えられます。誰も振り返らない過去に行動したり、あの世から死者を召喚したり、社会の嫌われ者に手こ入れしたり、個人的な恨みを晴らしたり、クーデターを食わデテタすることに、持てる情熱と技術の全てを注ぎ込む、そうやって延命を図ってきたのです。 最も日本近代文学の作家は短命でした。日本少女文学の元祖、樋口一葉は24歳で死んでしまったし、芥川も田勢も30代で死んだので、青春文学しか残せなかった。漱石も安吾も三島も中上も40代で亡くなったので、老教というものがなかった。老人小説が多く書かれるようになるのは、作家の寿命が延びた戦後、高度成長期以降です。谷崎のように70を過ぎても品宿を買い続けた作家はまれです。 私を含めこれからものを変えていこうと思われる皆さんもそうした人々の後ろに続くものなのです。だからこそ今はなき先輩作家たちがどのような動機で、どのような思いで、どのような劣悪な環境でを巡らせ小説を書いてきたのか、時には思いを馳せるべきではないかと思います。人間の認識とはその時代によって様々に変わります。緊張にさらされて生きていた人たちにとっては一つ一つの作品が皆生き残るための戦いでした。自分の生活や肉体を実験台にしてある時代の経験を変えていった。 頭でち刻を考えたものをただアウトプットしていたのではなく、肉の痛みとして、精神の痛みとして深く抱え込んだものから立ち直り、その傷を癒す作業を得た後に、ようやく言葉になった作品もいっぱいあったはずです。我々はそうした悲惨な経験をせずに済んでいる。経験自体はもっぱら彼らに委ねて、出来上がったものだけをありがたく読んでいるわけです。痛みを共有していない部分、その理解は浅いのかもしれない。言葉で書かれてある以上、同じ経験をしていない人間であっても、それについて理解はできるはずです。 そう信じて我々は固定作、固定作品を紐解くのです。最後はまるで人生論のようになってしまいました。しかし小説を書くことはそのように自身の存在をかけて行うべきことなのだと私は考えています。物書きの日々の暮らしは濃厚に近い、長方演、小説をコツコツと書く作業などは、苗を植え、水や肥料をやり、草取りをし、品長に収穫を待つのに似ています。濃厚が天候に作用されるように小説も社会変動や確定の精神状態に作用されます。 一方で小説には画期的なテーマを見つけるとか、絶命のタイミングを狙って書くといった賭博的な要素もあり、そこには農協よりもし、農耕よりも資料に近い。自分の畑、自意識を持つ者はそこに留まり、退屈に耐えながら、着実にファンタジーや小説を量産する。退屈を嫌い、大きな獲物を狙う者は上に上、関与運動神経を研ぎ詰まし、世界に戦い挑む。あなたはどちらのタイプでしょうか 契機があって、いずれ出生できる囚人と死刑囚と比較すると、死刑囚の方が創造的なものを作るそうです。ささやかな希望というやつが案外、人を凡庸な思考に導いてしまうのかもしれません。死刑囚のように絶望の底まで落ち込んだら、自分の意識の中に自由を見出すしかないので、嫌もなく創造的になるのでしょう。70歳を超えてなお、一日たりとで書かない日はない古いを敷地支援の小説への執着が一体何に由来するのか、私はかつて面と向かって尋ねたことがあります。 死は不気味な微笑みとともにこう言いました。憎しみだね。確かに世界に対する憎悪は強靭な執筆のエンジンになりうる。自分の存在を棄却にするような世界に対しては、己が存在を呪いの言葉とともに刻みつけてこそ復讐になる。その意味で、孤立無援は作家の勲章です。人気者は芸合という雑務をこなすうちに凡庸化するから、どれだけ憎しみを保っていられるかが勝負になるでしょう。そういえば古い死は大会の論考論考交渉としての 文学賞一切は拒否しているそうです。小法士さんのスケベ心が創作の邪魔になるという、こうなると創作も個人的な宗教の色合いを帯びてきます。古い氏はこうも言いました。書くことがなくなってから本当の作家になるんですよ。書くことがなくなったら上がるというわけではないらしい。無論、大化は書かなくても、作家とみなされるという意味でもない。書くことがなくなってきてもう書き続けなければ、本当の作家ではないという意味です。30年以上書き続けていれば、そのような境地に至るのです。 古市が言う本当の作家は果たして世界に何人くらいいるでしょうか多分世界に100人、日本には5人くらいではないでしょうか作家を象徴、縛る象徴システム。精神医学の新宮和成氏によれば、えー、夢を語るということが、希望を語るという意味になったのは、自己実現が社会の原動力になって近代語だと言います。だから古代人にとっては、 今朝見た夢を人に話すことを意味した。彼らは夢を見る人と解釈する人の共同作業を通じ、過去を思い出し、現在や未来の指針にしました。夢は他者との対話は自己投与の手段でした。解釈には自己の積み重ねを参照した。それが夢占いのシステムです。特に夢のお告げの解釈がその共同体の死活問題になったので、占い師シャーマンは慎重に道を解くことも要求された。だが夢そのものは口頭向けの極めである。 本来、夢は無意識を映す鏡であり、雑然とした記憶の貯蔵庫から随時コラージュされるそうなんです。死者が出てくることもあれば、歴史的な事象,や事象がイメージされることもある。しかし、個人が見る夢のイメージには原型があって、誰もが古事記に書かれているような夢を見ることができます。神話は古代人が見た夢から作られたとも言われます。古代、古今東西の神話には驚くべき類似性があるが、 それは無意識の形を万人が共有しているせいなのでしょう。例えば、笹野り子の大日本御凧迷惑詩は、講談長もしくは板子の口をセフの私語りにして、現代日本の精神分析となっています。傷ついた自我を癒したり、安易に希望を語ったりする人生相談のような言説と、国営系への奉仕を強制したり、道徳の復活を問いたりする右翼の言説ばかりが巷またに溢れる中、 笹野ほど夢の行動向けを言語化し、個人的な靴を爆発させるサッカー気象です。確かに彼女が書くものは希望ないが、古事記になるようなダイマミックな夢の力がみなぎっています。名前を借りた土地の指導が湧いてくる。死者とか歴史的人物がどんどん勝手に笹野の頭の中に上がってきて、笹野が小説内に作った国を踏み荒らすんだ。 コントロールできない一番ひどいのはこのエスクラというかモデルにした千葉の桜だった。近所といっても高台の窓から見える沼の向こうに小さくて集合もない古墳があった。土地の人々は無国塚と呼んでいた。ここが一番恐ろしいことになってしまっていた。一帯は縄文と弥生の複合遺跡である。そこからの大量の魂が飛んでくる。火星人呼ばわりされて起こった古代の魂とかそれに、 えー、思えば、今日の日本で、希望を飾る原則には検閲が施されています。ポジティブなことを言え、と暗黙に強制され、体制抑さに回収されてしまうような諦めの良さばかりが目立ちます。その点、笹野は諦めの悪さにおいて、際立っています。物書きは個人言語を獲得し、社会や文化に対峙しますが、同時にその体や頭は文化に縛られています。えー、精神分析でいうところの強制状態にある。 そこから脱するために、途中で戦いをやめるわけにいかいのです。古代の人気作家たちも反復する。三所物のように川上広美、重松教師、各田光雄、そしてこの3人に続く後輩たちも自己投資を繰り返す。ある作品が見ればそのパターンやテーマを繰り返した方が得だという商業的動機もあるでしょう。しかし作家はもっと無意識の深いところで嫌わなく反復してしまうものなのではないか。 国家や宗教を誰もが抱えている不安や罪悪感を解消してくれそうな象徴システムを目指します。キリスト教は現在というシステムで成功し、アメリカはグローバリズムというシステムで世界を牛耳り、日本人は日米安全保障や天皇成長システムに嫌もなく組み込まれます。この象徴システムと妥協しながら幸福や悲哀を追求すれば共感者は増えるでしょう。読者は私のことが書いてあると思うから。村上春樹は一貫して、 グローバリズムや日米安保といった象徴システムに共生された人々の切なさを描いてきました。その象徴を読み込むと構造が明らさまになるので、どれを読んでも似たような印象を受けます。だから村上氏は自分が縛られている象徴システムを強烈に自覚しています。もちろん、サッカー反復を恐れ意識してそれを避けようとします。しかし、常に何か新しい試みをし、改善や成長を見出さなければならないという脅迫観念が、逆に反復を反復をもたらしてしまうこともある。それくらい象徴システムの縛りは強い。 幸福の追求に向かうか、夢の高等向けと向き合うか、それが問題です。前者は妥協の反復を、後者は戦いの反復を強いられます。本来、文学者は当てか、当てつけがましく社会に対じしている異端的存在です。その作品を読むということは犯罪者の心理を読み解くようにスリーリングな行為なはずです。小説家の無意識を非評家が読み解けば、 夢を見る人と夢を読む人との理想的な関係が作られます。でも残念ながら、近年、批評家は文学史上のデーラーと化したので、心ある作家は一人二役をこなすしかありません。しかし優れた作家たちは精神科や脳科学者や批評家の力など借りなくても、自分が見る夢に救われます。彼らは果敢に夢の行動向けに向き合い、自分を縛る象徴システムを壊すような作品を書き続けるでしょう。その覚悟ができたら、 果敢に自分の無意識の底にまで降りていきましょうそして斧が欲望本能を解放するのです後書きコーチと指導の話にはアスリートの活躍がないオリンピックの金メダリストがコーチと抱き合って関連にせぶ光景は師弟関係の理想像を見る思いがしますコーチも現役時代の栄光や挫折を引きずりながら弟子に斧が夢を託したりするのです 小説会社のままで物がのが脳と肉体を実験台にして愚行を重ね、炎や感情や論理の分析を行わせるとです。動いてなお愚行を追求する文豪の姿を垣間見ると、物書きに忍耐の荷物はないのだなと、つくづく思います。私自身は誰かに手取りや足取り小説作法を指導された経験はありません。その代わり、漠然と指定関係に憧れがあって、これまで二人の批評家と二人の小説家、一、えー、人の編集者を勝手にしようと見なしてきました。 若い頃かは彼らにこっぴどくやられましたが、その経験は自らの創作に反映していますし、私自身の教育記をも刺激しました。25年以上の創作歴を通じ、それなりに方法論上の蓄積もできました。それを自らの創作のみならず、表現意欲をうちに抱えている人々にも伝えておきたいと思うようになったのは、大学で文学を講じるようになってからです。人にものを教えるためには自分が何をしてきたのかをいま一度吟味する必要があります。 自分が犯した過ちを体得した境地を古典や同時代の作品を読んで発見したことを担任に伝えるのは案外難しいものです。かつて長島茂雄が松井秀喜にバットのスイングを教えたとき、不ンじゃなくて文だと極めて感覚的な伝え方をしたそうです。意味は分かったようですが、万人に通じるものではないでしょう。ちなみにスイングのビッスピード、キレのことを言っているのですが、こうしたプロのコツは極めてシンプルでありながら欲が深いものです。バイオリニストも歌手も音階練習を欠かしません。 サッカー選手はバスやパスやドリブルの練習を繰り返します。プロ野球のビもキャッチボールを磨き上げ,磨き上げた結果です。誰でも野球はできるし歌も耐える。小説だって今や素人の方が売れる時代です。しかし書き続けられるかどうかとなると話は別です。日本語素材として用いたアート作品を書いていきたいと思うならば、基礎訓練は怠るべきではありません。逆に基礎を抑えたものはミステリーだろうか SF だろうか、 えー、歴史小説だろうか、恋愛小説だろうか、オールラウンドにこなすようになりました。えー、この教科書は2007年に私が法政大学で作った、行った文学の講義がベースになっています。えー、全国の大学高校、高校、コミュニティカレッジ、カルチャーセンターでこの書物をテキストブックとして活用、ご利用くださることを実施は説明に願っています。2009年2月11日、島田正彦、えー